そしてこんにちは、オナールチャンネルのオサです。オナールお願いします。時間がだいぶ迫っております。はい、本日はですね、スピードガンでゾロ目が出るまで帰れません。そんなのかオナールチャンネル。スピードガンいいのあるんで。確かに、あの11キロから222キロまで無理だね。それは無理だね。いやじゃあ333キロそうそうそう、ゾロ目は何でもいいっす、はい、これ初速、終速出るやつじゃないですか。そうです。どっちですか。初速で、まあゾロ目になった人からは上がっていくと。はい、なるほど。いう感じで、はい、いきますよ。はい、で、いきましょう。はい、よいしょ。よし、はい、いいですか、じゃあ。いいですよ。ゆるやかできます。呼吸ね。呼吸、あのね、この呼吸以内に終わります。うそ。おいきます。最初わかんないから、その感じね。お66キロいやうそだろ、嘘じゃないの、おい本当に。あ、見えてます、66キロ、素晴らしい。ガチで1キロ持ちました。村田さん、これ罰ゲームあるって言ってましたけど大丈夫。バビバビ111のトリプルゾロ目で、いいっすね。早いのがいます。いきますよ。早っ。うわ120ったよ、112。あ超惜しい。感覚いい。あ、9個だね。5球ね、あと4球ね。114。あー、ちょっと早いよ。111、これ終わっちゃうよ。やばいやばい、でも遅いか。109。あー、絶妙。これね、来たっていう感覚があるんだよね。あ、ちょっと早い。111だったよね。111。よっしゃー。おい、早い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 。やべえよ。やっぱね、やり慣れてるから。やり慣れてる、こういう企画。やばい。じゃあ、7。いや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 、何よし、すげえ。76。うわ、惜しい。惜しい。いや、みんなすごっ。でも777まで結構遠いな。いや、それは遠いよ。バービー見たいな。やばいぞ。うわ、76。あぶねえ。4球かな。どうして、あと何球、あと3球、2球だ、あと2球っすよ、あと2球だ。79。惜しい、惜しい。さあ、5球以内で決められるか。あと1球だ、俺。やべえ、プレッシャー半端じゃねえぞ、74。あー、ダメでした。じゃあ、とりあえず、良平がここで決めれば俺がバービーになっちゃう。そうだ。ふざけんにな。オナール強すぎるわ。行きま、いきなり、まさか、77。早すぎやろ。チームの背番号7だからね。早すぎやろ、マジ。ちょっと早っ。何これ、超ショート動画だよこれ。すごいよ。え、もうすぐこうなんかローテーションしないの。まあでもあれだ、翔平さんがやろうって言って翔平さんはできてないから。そうだ、翔平さん的には、うん、想定内だ。そうだ。俺想定内。それが想定内で3人いただけだった。やりすぎやりすぎ。やりすぎっすよ。ということでね。だいぶ早いですけど。はい。俺が罰ゲームって言っちゃったんで。バービー100ですか。バービー俺。俺バービー10回って言ったから。声出して。はい。うわー。じゃあエンディングなってやります。はい。お疲れ様でした。テンション。そうでしたか。いや、楽しいって言うほどやってないよね。キャッチボールしたぐらいの1球しかないんだよ。何その
跡すごいよね。というわけで、はい、今回は僕の負けということで、はい、僕後でバービーします。はい、1回バービーを声出してやります。はい、はい、それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。